ラスマインズの戦いは、三王国戦争にて行われた戦い。ダブリンを保持するマイケル・ジョーンズ指揮下のイングランド、議会派の軍勢と、オーモンド公、ジェームズ・バトラー率いるアイルランドカトリック同盟及びイングランドの王答派とがぶつかった。カトリック同盟及び王答派軍は、総崩れとなり、数日後に到着したオリバー・クロムウェルとニューモデル軍の上陸は容易となった。 彼らは4年をかけてアイルランド侵略を完了することになる。1641年の反乱以来、アイルランドは9年間にわたり戦争状態となっていた。その間、アイルランドの大部分はキルケニーを首都とするアイルランドカトリック同盟の支配下にあった。イングランド内戦においてはアイルランドを再占領し、カトリックを抑え込みアイルランド人カトリック教徒の 地主層を破壊することを確約していたイングランド議会に対してカトリック同盟はイングランド王党派と同盟を結んでいた。多くの内部論争の末カトリック同盟はチャールズ一世との平和条約に署名した。これは王党派軍をアイルランドに受け入れカトリック同盟軍を王党派指揮官の指揮下に入ることに同意するものであった。1649年には イングランド議会は、アイルランドのわずかな2地域だけを保有するだけとなっていた。ダブリンとデリーである。1792年のバゴットラス城1649年、議会派の中東軍から都市を奪取するためオーモンド、公は1万千の兵を率いて、ダブリン近郊へ進軍した。ラスファーナム城を落とした、オーモンド公は、ラスガーのパーマストンパークに陣を構えた。 オーモンド港の陣からダブリン島では現在では完全に都市化されているが1649年においては明けた田園地帯だった。オーモンド港は周囲の村を落として軍を少しずつダブリンに近づけていきバゴットラスの荒れ城を占領するため別動隊を送り込んだ。しかしオーモンド港はマイケル・ジョーンズが撃って出てくるとは思っておらず。 戦いに際して兵を引き上げさせなかった。8月2日、王統派からすれば不幸にも、ジョーンズはまさに不意打ちという具合に五千の兵を持ってアイリッシュタウン側から攻め立て、バゴットラスにいたオーモンド公の軍は方法の定で陣に交代した。すでに遅かったが、オーモンド公とその指揮官たちは何が起きたか折り返し、部隊を小出しに展開して、議会軍の進軍を遅らせようとした。 このため彼らは戦闘体系を整えることができた。しかし、ジョーンズの騎兵隊は彼らに対して繰り出される部隊の側面を突き、それらもラスマインズのタウンランドを通って南に配送した。配送する王党派とカトリック同盟は追い打ちしてきた議会軍に打ち取られ、戦いは総崩れとなった。王党派部隊は第六代陣ン区員男爵マロー。 オブライエンの下に集まり、殿として、規律の取れた抵抗を行って、戦いは終結した。オーモンド公は失った兵は千に満たないと主張し、ジョーンズは、王道派、カトリック同盟へ合わせて四千を打ち取って2,517人を、捕虜とし、こちらへの被害は警備であったと主張した。現代の歴史家たちはジョーンズを信じる傾向があるが、当時の戦において、 もし軍団が敗走して追い打ちされたならば膨大な犠牲者が出て一方で追い打ちをかけた側は警備であるということが一般的であったためである。オーモンド港もすべての牽引砲と荷物補給品を失っている。戦いの余波はオーモンド港はダブリン周辺から残りの軍を引き上げ8月15日のオリバー・クロムウェルと熟練兵1万5000の 都市上陸から上陸したを許すことになる。クロムウェルはこの戦いを神が自身のアイルランド征服を認めた証としての驚くべき慈悲と呼んだ。ラスマインズにおけるジョーンズの勝利抜きにしてはアイルランドでのニューモデル軍が上陸する港を保持し得ず、クロムウェルのアイルランド侵略はより困難なものであった。ラスマインズとその後のオーモンド港の無能な式ぶりはカトリック同盟に 王道派との同盟を幻滅させ、彼は翌1650年にアイルランド軍の指揮官を追い出されている。戦いはいくつかの名所にその名前を与えている。現代のアッパーカムデン通りの角にあるパブ、ザブリーディングホースは、ラスマインズの戦いの後傷ついた馬が、居酒屋の中にぶらついてきたという1649年に、開店した。これはオーナーに、自身の店に、 ザブリーディングフォースという名前を付けさせた。加えて、ラスガーの一角は以前は、ブラディフィールズとして知られていた。ここは逃亡する王党派兵士数人が議会派の、騎兵隊に追いつかれ、殺されて、後に葬られた場所と信じられていた。ありがとうございます。